18世紀、ソンビの書道の様子。ソンビとは、学識が優れて礼節があって、義理と原則を守って、権力と冬映画をむさぼらない、高潔な人柄を持った人に対する故障。特に、高来、朝鮮時代の社会に、儒教的理念を具現しようとした階層を示す。ソンビは、熱心に勉強して官僚になることができる身分として、死の交渉で、第一身分である市民にあたる。 ソンビたちは、皆厳格な規範によって生活した。ソンビは、官僚になれば、王を手伝って、政治をして、官職で引退すれば、隠居生活をしながら自ら受教的道徳規範を、実践する模範を見せて、大衆を強化させなければならない社会的責任を負った。ソンビは、一生の間勉強することを止めないが、その目的は、 単純に知識を積むためのことだけではなく、自ら行儀を実践し人格的に成熟した人になることにあった。尊美が思考する革新的価値は義理と品格である。尊美になるためには常に身なりを端正にして多くの知識を甘ねく少量しなければならず、凶慢でなく愛国心が強くなければならない。また思想を正しくして、 社会の発展のために辛辣な批判もためらわず、大義のためには、喜んで命さえ捨てることができる勇気を、取り揃えなければならなかった。ゾンビたちは、科挙試験に合格して官僚になれば、王を使えて、民のための政治を広げなければならなかった。ゾンビたちは長い間磨いた収容を通じて作られた、自分の信念と知識で、国のために奉仕しようとした。 ソンビたちが調整で担当した職責では王族たちに勉強を教える教務士官と王が誤った行為をすれば王に直接還元する玄関、朝鮮王朝実力を記録する士官がある。ソンビは王と義理で結ばれた関係だから進化として無条件には王に従わなかった。もし王が自分の信念に行き違う仕業をすれば未練なしに辞職して宮廷から出た。 他の国と戦争が起こった時は、ためらうことなしに参戦し、敵軍との和親や降参を拒否して最後まで対立して戦うという名目ではあったが、記録では実際に戦場に立った記録は存在しない。引退したソンビたちは、書院や書道で、学生たちを教えてその村で使える宣言に祭子を捧げて、ソンビたち同士に会ってお酒を飲む儀式である、里院主礼などを楽しんだ。 また、ソンビは自分の学問を弟子たちに伝える同時に、旺盛な著述活動を通じて後世に知らせなければならない任務を持った。一方、ソンビの中には官僚になった人より山奥などに優勢して工学養成と研究に取り組んだ人がもっと多かったが、これらは諸子と呼んだ。ソンビという語は主観的な損傷の面もあり、 特定の人物を、ゾンビと限定するのは困難である。新日派のための弁明では、中でゾンビを、ザイアの高尚な文人のこと。意味は違うが日本語で言えば、侍に近い語感があると説明している。ありがとうございます。